はいどうも、OSK です。今回は、リクエストをいただいたので、ウォールラン、を作ってみました。投稿が遅れて申し訳ありません。それでは、見ていきましょう。ウォールランの発動条件は、壁に触れる、だけです。すると壁を伝って移動できるようになります。ウォールランの発動時間は約1秒で、その間は壁を移動できます。コマンド数は13個で、割と少なめなので、おすすめです。このコマンドを作って、あなたも忍者になろう。ちなみに以前投稿した2段ジャンプ壁キックのコマンドを合わせるともっとアクロバティックな動きができます。もしよかったら、高評価、チャンネル登録よろしく、お願いします。これで終わります。ご視聴ありがとうございました。